キラーン。すんません、もうめっちゃ喋ってたやん。今出てるよね、声ね。聞こえてるね。まあ、そういうことや。はい。じゃあやっていきますよ。チーピー、ちょっと声出てなかった。チーピー。せっかくには言ったのに。チータン、おいで。チーピー。はい、こっちおいで、こっち。せっかくには言ったのに聞こえてへんかってんて、今までの全部。面白いこと言うためな、チーピーな。今日一おもろいこと言うためな、しょうくんな。おいで。はい、こっちおいで。はい、で、こっち。見てくださいよ、これ。ほら。わかる？スケルトン。チータン、スケルトンやで、ほら、これ。チータン。ほら。な、ええやろ、スケルトン、どう？はい、こんばんはって、皆さん。よいしょ。ああ！皆さん、こんばんはって、さっきの聞こえてなかったんで、もう一回、チータンお願いします。チータン。こんばんは。チータン、こんばんは。チーピ。はい。よう言えた。今の聞こえましたね、ちゃんとね。はい。全然聞こえてなかったのか。すんません。皆さん、おはようございます。コシアスです。ジェヌさん、こんばんは。チンチクリンさん、こんばんは。タッチャンさん、こんばんは。春野さん、こんばんは。すんません、ありがとうございます。皆さん、来てくださってね。メグさんこんばんは、ありがとうございます。アコさんこんばんは、ありがとうございます。シアさんこんばんは、ありがとうございます。コシアスです。皆さん、ムカマタリさんもこんばんは。というわけで今日はですね、水彩画でこの風景、僕夕焼けってあんま描いたことないと思うんですけど、これをね、今日はね、さっと描いてみようかなと思います。まあ、ポイントは多分後ろのこの風景ね、夕焼けとこの森と湖をみじみでバーッと効かして描いて、手前のこの足、ススキヨシかなんか植物は、筆の勢いを生かしてね、乾いたところさささっと描くと雰囲気出るんじゃないかなと思いますので、ちょっとやってみましょうか。うん。あ、皆さん買おうよ。あ、そうそう、アコさんコメントしましたけど、あれよう気づきましたね。皆さん見てくださいよ。こないだの僕が出した動画の、あれなんや、腕時計型水彩のやつで、僕、後半、スケッチじゃあこれでしに行きましょうって言って、墓地にね、スケッチしに行って、で、書き終わって、じゃあ帰ろうっていうことで、帰ったんやけど、僕その、何？墓地にありがとうございましたっていうの忘れてたって言って、最後に墓地の方をね、ちらっと5秒ぐらいかな、映して、書かせてくださってありがとうございましたって言った時の墓地に鹿がいたんですよ。僕全然知らんかったんやけど、アコさんに鹿おったでって言われて、そんなもんおるかいなと思って確認した、ほんまにおった。めっちゃちっちゃいけど。ちょっとまた見てくださいよ。見つけれるかな？よう見つけたなと思って。うん、そうなんです、ほんまね。聞こえました？ありがとうございます。ブワ。あ、ギガさんこんばんは、お越しやすです。アイコンが変わってる。ありがとうございます。あげへん。
ミロリンさんこんばんは、ありがとうございます。お越しやすです。ハルナさんこんばん、こんばんやです。お越しやすです。墓しか墓にいるから。あ、ジョジョさんじゃないですか。どうもどうもお越しやすです。ありがとうございます。誰かと思った。ありがとうございます。お越しやすです。メダカ屋さんこんばんは、ありがとうございます。そう、守り神ね。なんか角生えてましたよね。オス、おじかやな、あれな。うん。ちっちゃかったけど見えた。な、ちーたん。シカさんおったんや、シカさん。な。な、例によってまた進まへんなって、早かけって、ちーたん。な。顔。この顔な。こっち挨拶しとく、ちーたん。眩しいんかな、照明がな、ちーたん。こんばんはって。高画質やな、えらい、今日は。よかった、高画質になって。さっき、こないだまでな、翔くんな、これ、ズームした状態でな、撮ってたからな、汚かったやん、画像が。目クソついとるで、あんた、ここに。これ。高画質でやから見えるけど、目クソついとるで、ここに。はい、チータ。じゃあ、帰っていきましょうか。また怒られますのでね。はい。今回使うのは、ウォーターフォードの F2 サイズ。中目を使って書いていきます。周囲には 6mm のマスキングテープを貼ってます。まあまあ、いつも通り、にじみを効かして書いていく感じになると思うんですけど、デッサンを一応しときましょうか。比率が違うねんけどな。まあ、参考画像出てますよね。一応ありますけど、その手前の、ね、ススキみたいな足かヨシかなんかわからんけど、あれは、多分そこまでデッサンしなくても感覚でバーって入れてた方がいいと思うので、奥のね、水平線と夕日の位置だけちょっとしっかりデッサンしときましょうか。素敵な景色がいて、そうですね、はい。夕焼けをちょっと今日は描いてみようと思います。初めて描くと思うんですけどね。ちょっと途中また絵に集中するとコメントが読めなくなるかもしれませんけど、まあこのチャット欄は、ほんまに何でも好きに使ってくださっていいので、僕が反応できないかもしれませんけど、後でちょっと見返してね、絵のこととかに関しては答えていこうかなと思ってますので、まあまあ自由に楽しく喋ってくださいな。あ、シーポンラーポンチャンネルさん、初見ありがとうございます。お越しやすです。今日はね、制作配信していきますね。フクロウさんこんばんは、ありがとうございます。お越しやすです。いつの間にかアカウント名が本名に。いつの間にかなることないでしょう、ジュースさん。鹿肉美味しいらしい。僕食べたことないですね、ジビエね。美味しいんかな。タック安弘、そこで切る。くるくるなる？え？マジで？くるくるなってる？大丈夫？あ、治ってるわ。ほんまや。え？ほんまに？間違いでなってたんですか？アカウント名。勝手にそうなります。ラルさん番です。お越しやすです。さらすなって。はい。じゃあ、書いていこうと思います。デッサンはですね、一応、出しとくか。ホルダーに刺さってますけど、ちゃんと喋れ。ホルダーに刺さってますけど、マルスロモグラフブラックの HB 使って。軽く書いていきます。大体でも水平線見てるとどうですか？画面の真ん中よりちょっと上ぐらいに来てるので、なんとなく当たりつけておきましょうか。鉛筆の腹使って。大体ここら辺かな。水平線ね。で、比率が違うんでね、どうしたもんかやな。ちょっと横長でしょ、その参考画像の方が。まあこれはでも変えていきましょう。あ、だから水平線ちょっと下げた方がええんかな。どうしよう。まあええか。で、ここに守りみたいなのがね、奥にあります。こんな感じ？見えてるかな？お前もデッサンするもんないな。今回ね。で、この波っていうかな、ここね。水の。ただ波みたいな。これ湖なんやろな、多分な。一応線で書いておきましょうか。久々ですね。水曜配信。いつぶりや。最後に書いたんがね、確かね、水墨画のひまわりやったと思うんですけど、あれ以来ですよね。7月の、初春かな。で、ここに、
夕日が。もうちょっと右の方がいいか。おやぽんさんこんばんは、こしやすです。ありがとうございます。ちょっと途中ね、読めないかもしれませんけど、すいません。あ、Gmail 変えると全てで反映される。マジですか？なんか僕がびっくりしたのは、そうか。なんか、前は、その、Google のアカウントを変えんと名前って変えれなかったと思うんですけど、しかも半年に一回しかなんか変えられへんかった。多分ね、嵐とか、なりすましを抑制するためやったと思うんですけど、最近ってめっちゃ変えやすいですよね、そのまんま。それにちょっとびっくりしたことがあるんですけど。そっか、Gmail、Google アカウントの方を変えたらそうなるってことかな。で、一番大事なのが、これでは、ちょっと待ってよ、カメラ。こうした方がいいかな。湖に映ってますよね、この夕日が。この帯は、絶対この夕日の、このライン上にしっかり来てないとおかしいので、少ししっかり出しておきますね。これがこっちにずれたりしてしまうと、おかしな絵になってしまうので、ちゃんと真下に来るように。まあこれ、補助線って言うんですけどね。これ実際にはこれ、風景にはない線なんですけど、こうやって書いておくと分かりやすいですよね。はい。そしたら、他のとこは消して。だいたいこんな感じでいいんじゃないかなと思うんですけどね。めっちゃ雑。で、手前のこの、こうね、植物。まあこんなんもまあ、スケッチしたい、スケッチじゃないわ。デッサンしたい人はしたらいいんですけど、まあいらんかなと思って、後でババッと入れたらいいので、なんとなく流れだけ変えておきますか。こんな感じ？これでいいかな？よし、じゃあ変えていきますか。ちょっと、コーヒー飲んでいい？多分これ早く終わると思うんですよ、僕。ブース羊とスケルトンは自分で撮ったの違うんですよ。これもらったんですよ、どっちも。しかも違う方から。羊さんとね。これね。羊見せましょうか。ええやろ、これ。めぇー。めぇー。これさ、一段盛り上がってるやん、こうやって。こんなんやったと思って、実際に確認したらほんまにこんなんなってるな。マイクラのやつ。ちょっと一段こう盛り上がってんねん、ここ。ほら。ぶっさいくやろこれ絶対いらんよな、これマイクラ知らん人はな。クリーパーも欲しいねんけどな、これね。ほら。ええ顔やわ。そんなこんな言ってたらまたこれ思ったんですよ。ね、これスケルトン。かわいいっすよね。土ブロックも欲しいねんけどな。YouTube チャンネル名だけ変えたら YouTube では事情さんでいけますよ。そうそうそう。でもあれなんやね。Google アカウント変えたらそのまま反映されるんや、YouTube にも。そういうことですよね。なっちったな。僕ね、予報キャッチャー昔は得意でしたけどね。今どうやろう。やってないからな、全然。できないかも。マルマさんこんばんは、お越しやすです。ありがとうございます。制作配信していきます。明日六本木クラス見るから夜は忙しいの。あ、明日ね？明日か六本木クラス。なんか視聴率低迷してるらしいですけど、どうなんでしょうね。面白いですか？りょうさんこんばんは、お越しやすです。ありがとうございます。欲しい。結構でも取りやすい方なんじゃない？でもね。カクカクしてるから。やっぱりブス。アボカドディップ何するんですか？アボカドディップ。美味しそう。じゃあ、書いていきますか。で、一応今当たりささっとつけたんですけど、しっかり書いておかなあかん部分はちょっと強めに引いときましょうね。
一番大事なのがこの水平線ですよね。ここちょっと強めに引いときましょう。まあ物差し使うまでもないやろうけど、まっすぐした線引くの自信ない方は物差し使ってもいいかもしれませんね。まあ、まっすぐ線引くのもね、大事な練習なので、なるべく物差し使わずにね書いていきましょう。で、森のね感じやね、これね。でも書くもんがないよな、マジでな。夕日やろ、夕日のとこはちょっと黄色の薄い絵の具使うと思うので、あんまりね濃く書いておくと残ってしまうと思うので、あんま書かない方がいいですね。こんなもんでええんちゃう？これでも参考画像の方は、この横にたなびくこの波の線が、ね、この2本あるんですけど、等分なので面白くないですね。こっちちょっと帯広くしてみる？これは絵の嘘ですね。こことここのね、長さが一緒やったからちょっと、不自然なんですよね。ちょっとこっち変化も持たしてみようか。で、光の帯のところね、これね。で、書く順番が大事やな、これな。こんな感じにしときましょうか。で、いらんとこ消して。この黄色のところはね、残りやすいからね、鉛筆の線が。ちょっとちゃんと消しときます。こんな感じで。何かわからん感じやけど、これ絵描いていったらわかると思います。ちょっと、比率、伸ばしてますよ。比率が違うんでね、縦横の。多分これ3対4で、こっちが16対、なんぼや、YouTube の画面ね。そんな長くはないと思うけど、ちょっと広いでしょ。ひろじゃない、横長でしょ。参考画像の方がね。たくさんコメントありがとうございます、皆さん。ちょっと、今から集中しますので。絵のことに関してはね、答えていこうかなと思ってます。まあ、自由に喋っててくださいね。アジフライ定食さん、こんばんは。お越しやすです。ありがとうございます。母親が来とんのか。そんなもんかな。アームは簡単に掴むけど揺れて落ちるように設定する。なるほどね。やらしいな。ジュースさんなんかアイコン変わってる。とやさ。狂ってる？マジで？くるくるしてる、まだ。どう？配信まだちょっと不安定かな？どう？今大丈夫？狂ってない？大丈夫ですか？ほんまに？ちょっと回線が不安定かもしれん。どうでしょうか？あ、大丈夫。よかったよかった。じゃあ続けますね。で、何をしようかなと思うんですけど、最初に。まず、この、一番弱い色、黄色ですよね。これをブワーッと滲み先効かせんと、この夕焼けの感じって出ないと思うので、まずね、水で、しっかり画面を濡らしてですね。あ、ちょっとその前に、どうしたらやろう。こうした方がいいんかな。どうしようかな。こっちへ持ってくる？参考画像ね。こっち、あ、でもこっち持ってったらなぁ。あー、違う。ちょっと待ってや。ちょっと待ってや。こうしようか。パレットをね、見たいっていう方がすごく多いように感じたので、パレットも映したいんですよね。で、僕はちょっとこっちへ持って行ったらいいのか。こんな感じでどうですか？見やすいですか？で、まず黄色を、明るい黄色ね、たっぷりの水で、
これはパーマネントイエローライトですね。たくさん作っておきますね。はい、明るい黄色です。大丈夫、あ、よかった、ありがとうございます皆さん狂ってない。ありがとうございます皆さん。生配信増やせ、そうなんですよね。まあでも、そやな。やりたいはやりたいんですよ。水で濡らします。全部濡らさんでいいかな。あの、こう夕日のとこだけちょっとね、黄色くしたいんですよ。で、生配信みんな好きなんですね。僕も結構好きなんですけど、どっちかやったら動画で残したいんですよ、僕、って。で、黄色い、あの、夕焼けのとこ、ここだけちょっとさっき滲み効かして、大胆に、塗っていきますね。この、半影のとこもそうですね、この、下の。しっかりこの、夕日と、延長線上に、塗りますね。で、これはバーミリオンヒューですね。バーミリオンヒューを先ほどのパーマネントイエローライトと混ぜて、このね、全部じゃないんですけど、ちょっと際のところとか、オレンジっぽいですよね。で、この水面もオレンジやね。やまない、増やせコール。そっか、生配信結構、あれなんか、喜んでいただけてるのかな？まあ、考えときますわ。山も描いていこうか。今やったら怖いかな、どうやろう。向こうの山の色ね、これね、難しいんやけれども。さっき、そうやな、違う。山のとこに少しね、夕日が照り映えてるところがあるので、ここだけちょっと赤に染めときたいですね、さっきね。山やけど。ちょっと見づらい。この照明がな、難しいねな。反射してしまうんですよ。で、今行った方がいいかな、どうやろうな。濡れ具合も大事でね、あんまこれびちゃびちゃすぎるとブワーってにじみすぎるんで、ちょっとだけ待ちましょうか。今画面全体濡らしてるんですけど、マスキングテープ貼ってもよかったな。水平線のとこマスキングテープ貼ってもよかったかもしれんけど、まあええわ。これはペインズグレーかな。ペインズグレー単色でもいいんじゃないかな。どうやろう。これでね、山のね、輪郭をにじませながら、後ろの方ね、描いていきたいと思います。ちょっと待ちましょう。ちょっと濡れすぎてるわ、今。こう画面流したりしてね。絵の具で遊んでいかないとダメですね。パレットみたいな、やっぱり。そうなんですね。結構よく言われて、それ。ガチャね、ほんまやね。ママさんが配信すればいい。ほんまやん。豆板醤を買って、麻婆豆腐を作りました。すごい！本格的なやつですね。丸宮のやつじゃないやつや。自分で作ってすごい。四川風かな？ガチャだけする配信。あ、パレット見えて嬉しいですか？ありがとうございます。よかった。私の場所はこの時間通信が重くなる。まだクルクルしながら見てる。
やっぱ環境によっても違うんやな。ちょっとまた見づらいですが、すいません。でも僕のせいじゃないので。うん、ん？右手に写真、下にパレット、OK、後ろチン、片隅。ん？さっきより見ます。よかったよかった。よかったです。じゃあこれで行かせていただきますね。配信やってほしい。いや。約1分のタイムラグ。タイムラグあります？でもこれ、もともとね、1分ぐらい、1分もないか、15秒ぐらいあるんかな？タイムラグが。あ、からげまさん、お久しぶりです。お越しやすです。お久しぶりですね、本当に。4月に2人目出産して、あ、そっかそっか、やっとアパート戻ってきて YouTube 見える状態。あ、ありがとうございます。来てくださって、お疲れ様でしたので、またツララも試しまして。あ、ありがとうございます。そっかそっか、無事に、お生まれになったんですね。お生まれになったっておかしいか。おめでとうございます。ん？トースターで作れるの？麻婆豆腐？ちぃぴちゃんとママさんの動画。サブアカウントでしますか？あ、のっこさん、こんばんは、お越しやすです。ありがとうございます。いつもわかりやすい説明。あ、いえいえ、ありがとうございます。もう、説明すごく自信ないんですが、そう言っていただいて嬉しいです。ありがとうございます。僕痩せた？マジですか？ずっと変わんないと思うんですけどね。あ、ハエがおる！ハエハエハエ！ムシムシキャッチャーは？なんでこれでかいハエがおんねん、家の中に。なんでなん？ハエよ！バグキャッチャーを。今ちょうどいけるで、これ。皆さんに捕まえるところを見せれるかもしれん。でかいハエ、どっから出てくんやろな。出動。じゃあ、やってくれるじゃん。お願いします。頑張れ。前から行ったらあかんで。あかんね。こっち。後ろからそっと行かん。あ、でも映ってまうな。あ、はい。待って。頑張れ。頑張れ。ほらほらすごない？ほらすごくないこれ。めっちゃ役立ってんねん、うちで今。もうな、4匹ぐらい捕まえてんねん。てか、なんぼどんねん、これ、でかいハエ。なんでこれ、どっから出てくんの、これ。知らんどっかやって、これ、もう、ハエを。うち優しいんでね、これ、ちゃんと生きて、ね、外で同じやつちゃうやろな、4回。な、捕まえれるやろ。あ、乾きすぎ、ちょっと待って。やばいやばい。もう、わけわからんこと言ってるから、もう。すいません。じゃあ、ちょっと、後ろの山、塗っていきますね。この時は、にじませながら塗るんですけど、このね、山の、際のところは、ちょっと避けて、塗っていきますね。もうちょっと乾かしてもよかったのかな。なあ、でも取れたでしょ？びっくりせえへん。よし。こんな感じかな。で、ちょっとお前行き過ぎやでっていうところは、しっかり、拭うなどして、制限させておきますね。ちょっと一回さっき乾かそうか。にじみすぎるのが怖いので。ちょっと乾かしますね。取っときます。
同じの可能性。同じではないと思うねんけどな。うん、取れたでしょ、うん、まさか取れると思わへんかった。あ、きびだんごさんこんばんは、お越しやすです。お初ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。何時まで？ね、一応、どうだろう。11時ぐらいまでには終わろうかなとは思ってるんですけどね。だいたい2時間ぐらい。11時？ちょっと待ってよ。もうそうですね。11時ぐらいには終わろうかなと思ってます。あと1時間かな。ありがとうございます。来ていただいて。深く名前し。すごいでしょ？見損ねたんかい。あ、リンさんどうもどうも。あれ？ご挨拶したかな？お越しやすいです。ありがとうございます。他は挨拶したかな？めっちゃ拍手。拍手が鳴りやまへん。うん。ももがさんこんばんは。お越しやすいです。ありがとうございます。そうです。今日は水彩やっていきたいと思います。また早おるんちゃう？違う？なんか今、視界に入ったぞ。恩返しって、なんか僕したんかな、早いに。なんか助けてあげたんかな。あの時のものです、的な。で、もう一回ちょっとこの山のところね、バーミリオンヒューは濁りやすいので怖いんですけど、ここがね、夕日でね、照り映えてる感じを出したいんですよね。スプレーかけてみるか。さあ、じゃあ、夕焼けを描いていきますか。そうやね。一回、どうしようかな。濡らさんでええか。あの、山のこのシルエットのぼんやりしたところは描けたんで、後でちょっともう一回上から、くっきり描こうと思うんですけど、とりあえず今は、夕焼けを描いていきましょうか。パーマネントイルライトと、バーミリオンヒューを主に使って。この2色ででもいけるんじゃないかな。たっぷり使っていきますよ、たっぷり。山の方もちょっとだけかかってもいいです、この際のところ。夕日のところだけちょっとだけ気をつけながら塗っていって。水たっぷり使っていきますね。ここで怖がっちゃうとダメなので。夕日はね、これ白いでしょ？うまく残ったらリフティングとかでいけると思うんですけど、ガッシュでやってもいいんじゃないかなと思うんですよね。どうするかちょっと今決めかねてるんですけど。ちょっとええ感じの乾き具合になったら、このオレンジがな、濁りおんねんな。あ、まあ、だから塗り重ねしないようにしたいですね。最小限で。ごめんなさい、ドライヤーうるさいですけど。この湿り加減がね、難しいんですよ。水たまりがね、ないぐらいの、ちょっと、テカッと生えてるぐらいの、湿り具合の時に、このオレンジをね、にじませながら入れてあげます。柔らかい筆で。この夕日のところだけしっかり、残していかんとダメなので、ちょっと気をつけながら。雲が残ってるね、ここら辺ね。ちょっと残しといてあげても面白いかも。この
沈むところの方が濃いんやね、色がね。こんな感じですか？えらい画面で見ると濃く見えるな。照明が難しいな。どうしたらやろう。ちょっと光ってて見えづらいかもしれない。こうした方がいい？これで、ちょっと置いといてみましょうか。この夕日のとこだけ残したいから、ちゃんと。水がいかないように。あと、上のとこな、これもちょっと、ティッシュで取っときます？雲みたいになってますね、これがね。ポンポンポンと。こうやって絵の具さえ取っといた後で、上からまた色入れれるんでね。ちょっと残しといてもいいかも。光ってる感じ出したいよな。なるべくガッシュに頼らずにやりたいけどな、難しいかもね。とりあえず空はこんな感じでいいかな。今度下ですよね、この湖のね。最後にほんで山のシルエット描いて終わろうかなと思うんですけど。どうしようかな。ちょっと待ってね。いろいろ考えながら。濡らしてしまうとなぁ。山の方にね、あまり、ちょっとごめんなさい。鼻かましてください。山の方に滲んじゃうと、この水平線がくっきり出ないので、マスキングテープ使ってもいいんですけど、使わずにやってみましょうか。今度また色を薄めてですね。でも今回色数少ないな。あの、黄色と、なんや、あの、バーミリオンヒューと、あと、何？この、ペインズグレー。主にこの3色を使ってやな。ドライヤーの音眠なります。マックパスカさんこんばんは、お越しやすです。ありがとうございます。来ていただいて。ムシムシキャッチ待ちのハエの行列。キャッチされたいんかいな。写真もあった？何なんだ？あ、なんかちゃう話かな？ TM さんさんこんばんは、お越しやすです。お久しぶりです。ありがとうございます。よし。じゃあ、描いていきますよ。この色をな、あんまり濃すぎてもダメなので、ちょっと薄めでね、この山の際のところはまあ濡らさないようにしましょうか。そっちに滲むとな、この水平線がキリッと出ないので、今そっちに行かないようにしますね。大胆に筆を動かして、やっていきたいですね。ここが夕日が通っていく、あの、夕日が通るじゃない、夕日のこのね、映り込みがある線なので気をつけて塗りながら。こうやったら、これ何色やろな、ちょっと緑っぽいところもあるんやけど、これ黄色さっき塗ってるので、青をやっちゃうとね、緑っぽくなると思うんですよ。ペインズグレーでええんかな。あんま黒しすぎるのも良くないんやけどね。乾き具合見ながら、
今度横の線ね。この湖の。これをストロークで書いていきますね。軽やかに書いていきたいですね、これは。そこ際どいねんな、これな。夕日をどう表すかやな。で、細いリガー筆みたいなやつあるので、これでね、細っこい線も描いていきたいですね。濡れてるうちにやった方がいいです、これは。あんまくっきりやると面白くないので。大胆にやっていきたいね。ちょっと、パレット邪魔や。ちょっと避けますね。これがラファエルのやつです。ラファエルのやつ。もうハゲて、これなぁ、これ。まあ、こんななんねんな、これ。水につけたりしてないねんけど、この塗装がね、剥げてくるんですよ、ほら。こんな風に。ああこれどうにかしてほしいよな。どの筆でもなるんですけどね、こればっかりは。なんとかならんのかな。一回ちょっと乾かそうかな。乾かすか？どうする？ちょっと待って、もうちょっと。もうちょっと塗っとくか。よし。ジュンさんのアイコンは何なんですかこれ。何や何や。ちょうちんの絵見るの忘れた。帰れ。あ、全然大丈夫ですよ。コメントするだけ。いえいえ、もう。ありがとうございます。来ていただいて嬉しいです。夕日の色難しくていつも来る。そうなんですよ。濁りますしね。これが難しいんです。黄色とか濁りやすいからな。リガー筆で高い。高い！まあ、ちっちゃい割に高いかな、でも。何ぐらいしたかな、これ。2800円ぐらいしたんちゃうかな。こんな細いやつね。うん。なりますよね、バリバリね。あ、そう、2900円ぐらいだったかな。そうそう、親子さん、その通り。それぐらいしたと思う。高いんですよ。バリと。ここまで結構大胆に水使ってやっていきましたよね。ここからちょっとだけ、描写を、でも描写言っても書くとこあんまないんですけど、この後ろの山と、あと夕日の光った感じもうちょっと出したいですよね。これが難しいんですよ。じゃ、鼻が出る。すいません。じゃあ、リューティングでちょっと白く出してみましょうか、その、夕日のところね。アップにした方がいい？ここね、ちょっと洗って。ちょっとちゃんと洗っとかんと。黒いぞ。少しこの光ってる感じ出したいですね。
またこれウォーターフォード取れへんのよな、コットン氏は。もうちょっと黄色くしてもよかったんかな。ちょっと薄いなとか思ったら、あの上から色重ねてくださいね。よし、ちょっとじゃあ変えてってみようか。思い切って筆変えて、僕はよく使ってる日本画の筆、これで細かいとこも変えていけるので、あの上からね、これ何色やろな、ペインズグレーだけやと面白くないな、ちょっと緑っぽいのかな、ちょっと緑感じるところもあるな。ここ思いっきり濃く落としてあげると面白い絵になると思うので、ちょっと緑も、これはねフーカスグリーンかな、ちょっとかすかに緑感じるぐらいの混色でペインズグレーと混ぜます。ここは思いっきり濃くしてあげたいな。でティッシュをね用意しておいて、あの夕日がかかってるところだけ抜きたいので、白く用意をしといて、塗りながらちょっと気をつけて塗っていきますね。コメント大丈夫かな。あ、キトさんともともお越しやすです。起きてられたら心地よく、あ、ありがとうございます。目覚めちゃったがっくり、がっつり、ありがとうございます。ね、なんかね、でもね。キトさんまた寝てへんやろうから。県に必要ってラファエルじゃないと、お手頃価格なのもあった。あ、本当ですか？私の800円。安っ！それマジでいいですね。どこのやつやろ。うん。ティッシュの使い手、懐かしいな、そんな言われとったんですよ。じゃあ書いていきますね。あの一回目に塗った柔らかいそのにじみを潰しすぎないように、かつ大胆にいきたいですね。この水平線だけしっかり出しておきますね。マスキングしてもええかもしれん。ここ歪んだらちょっとダメなので、気をつけながら。で、この際のとこちょっとポンと押さえてあげます。水腕でやった方がええんかな。そこちょっと後でね、バーミリオンをまた上から入れたいので、残しておきますね。この滲んだところも残しておきたいもんな。で、あの空白ちょっと残っちゃっててもいいので、その方が面白いと思うので、画面参考にしてる画像はあの黒ベタやと思うんですけど、あんまり黒ベタすぎると面白くないので、ところどころ白残った方がいいと思います。自然にあえて残す必要もないかもしれませんけど、残ってた方が軽い感じでて面白いですね。ちょ、カメラあって上から見られへんねんな。この水平線だけしっかりちょっと出しておきたいんですよ。こう歪んじゃうとね、水面に見えないので。ここはちょっとにじませようか。こんな感じかな。もうありやで、でも。あと、水面パパパッと書いて、ね、手前の一番最初、主役たる足書いたら、
アシカヨシカ知らんけど。もう終わりやで、これね。早いね、今日は。割と早めちゃう？ちょっとスプレーかけて面白いかも。親ぽんさん何を言ってるんだい？大丈夫かそれ。なんの絵文字これ。何かが分からへんねんけど、これ人？人か？メモメモ、何をメモったんや今。今日トドみたいで可愛いって言われたけど喜んでいいのかな？それ喜んでいいんかな？確かに。トドみたいで可愛い。一応若干失礼なような。陶芸の線が寄付で。あ、そうなんや。へぇ。トドはダメ、足可愛いけど。やっぱりひどいよね。まみさんこんばんは、お越しやすです。ありがとうございます。大丈夫か、それね、思いますよね。どういう意味？何を言ってるの、おやぽんさんは。ナダルよりちょっとひどない。よし。じゃあ、アホなこと言うてんと。乾いたかな？一回ちょっとここだけ綺麗に乾かしとくか。怖いもんな。結構黒い色使ってるとね、思わぬところにブワーッと滲んじゃう時があるので、しっかり乾かしましょう。スプレーかけるとね、軽さが出て面白いですよ。ここら辺ちょっと滲んでる感じがしますね、参考画面ね。今日スプレー入れてみました。何時間やってる今。ちょっと1時間ぐらいか。早くないっけ。ね、スプレーかけたらこんなまだら模様になるので、なんかね、筆では出せない雰囲気でって面白いですね。さあ、じゃあこっからですよ。これなぁ。黄色をね、上から入れたいんですよ。このあたりね。夕日の光ってるところ。これでもすごい怖いな。あんまり、黄色とか朱色系はね、重ねるとね、黒くなっていくんですよ。あんまりやりすぎてもあかんしな、みたいな。しっかりフレッシュな状態の黄色を用意して。ちょっと可愛いけど。つまみ出さないですよ。うん、ちょっと大丈夫かなと思っただけで。いるか？よくわからんが。こっちや、こっちのセリフや。何言ってんねや。ちょうちん日に焼けた気がする。マジですか？顔？ほんまに？中古。散歩行ってるし、そうだよね。でも夕暮れ時にしか行かないですよ、散歩。暑いし。私いつもティッシュないと不安、書きたくないとこ。ん？あ、触っちゃってるか。ティッシュで押さえまく手が効かなくてな。ビャッといっちゃってね。まあ、でも何やろう。バッていってしまっても、それが面白かったりもするんですけどね。だから僕なんかこう完全にこれ、スプレーやったところ、僕が思ってるより下に来てしまったんですけど、もうこれはこれで置いときます。面白いかなと思って。じゃあこれ黄色ね、上からね、かけていきますよ。これでね、何やったっけ。なんて言うんやったっけ？グレーズ技法か。みたいな感じで、上からね、黄色をちょっとかけてあげるとね、
また面白いと思うんですよ、それはそれで。夕日しっかり残してくださいね。上からかけてあげます。夕日の近くだけでええかな、これはな。こっちは結構割と、バーミリオンヒューでいい感じなんやけど、この夕日の周りだけね、黄色が強いんですよ、めっちゃ。こんな感じかい？で、山の方はちょっと朱色やな。この抜いたところね、さっきにティッシュで押さえたところ、上から。ちょっと赤いな。これどうしたらいいのよな。こんな感じ？難しいね、これ表現がね。こうなんて別に あの正解があるわけじゃないので、いろいろ工夫して書いたらいいと思うんですけど。難しいな。ちょっとこの下のあたりは赤色っぽいのか。こんな感じも置いとく？ガッシュ使いたくないな、ここまで来たら。光ってる感じ出たかな？別に無理しなくても。うまくいかんかったらガッシュで白を描くのもありやと思います。ちょっと白をね、太陽のその真ん中のあたり白入れてあげた方がいいかもしれませんね。まあ、とりあえずちょっとこれで進めてみようか。ええやんか、寝かしたげえな。ジョーさんいいですよ、寝ても。おやすみなさい、ジョーさん。ありがとうございます。チータンにちょいちょいされる動画、一瞬、綾野剛に見えたの私だけ、私だけじゃないと思います。結構いたんちゃいます？やっぱり。なんか異論がありそうやな。アコさん。視力悪いしな。なんかでも、今ちょっと綾野剛に似てるっていうのが何やろうな。昔はすごく嬉しかったやろうけど。ちょっとうんって思ってしまうようになってしまって、なんかえらいいっぱいなんか変な変な絵文字がいっぱい連なってんねんけど、何ですかこれ。めっちゃ猿おるな。まあね、確かに僕何回も言ってる話ですけど、母親に猿と間違えられてましたからね。畑に。違う、猿と間違えられたんちゃう。猿を僕と間違えたからね。まあ、猿やということで、よしとしようか。海の親が言ってんでもな、だってな。じゃあ、最後にね、この、光ってるところ。もうちょっと色鮮やかですよね、これね。黄色をちょっと思いっきり濃くいったろうか。ちょっと影ですけど。この光の帯のところね。短い横の線意識して。ちょっとほんで、バーミリオンヒューかな？これ光ってる感じに。これあんまやりすぎたらな、濁っちゃうからね、すごく怖いんですけど。
まあでも僕のこと猿や猿や言うけど、猿やけどな、人間なんて。猿の最たるもんやんか。僕だけじゃなくて。な。だから猿言うもんが猿や。よし。この水面難しいよなぁ。どうしたもんかな、これ。一本一本なんかこの波みたいなの書いていいんですけど、すごくうるさくなるような気がするんですよね。だから、ホリゾンブルーと、ペインズグレーか。これ混ぜてね、面的な表現も加えていきたいな。で、ちょっと水平線のこの山とこの水の木は光ってますよね。これちょっと色塗り残しましょうか。ちょっと怖いけど。わかりますか？このちょっと光ってて見えへんな、画面がな。反射するな。大胆さも残していかないといけないので、細いところは書いていかないようにします。こう、かすれ、生かして。横にガッと投げ払うと、かすれが出るので、このかすれも生かしつつ、水書いていきますか。ウォーターフォードはね、結構このかすれ出やすいんですよ。コットンじゃない紙はね、あんまね、かすれないんですけど、コットンはね、こう、早く動かすと、かすれてくれるので。こんな感じで。なもんかな。まあ、あと線をね、ちょっとね、バババッと入れて、手前の植物描いて終わりましょうか。どうしようかな、リガフでもこの状態でやっていく？ホリゾンブルーとペインズグレーです。めっちゃコメント来てる。光ってますか？ありがとうございます。嬉しい。ねえ、秋になってきましたね、ほんま。冬がな。冬の方が好き、夏は嫌や。夏も森目さんのこと嫌いやろうけどな。東洋大、そうなんですよ。それがね、東洋大がすごいんですよ。うちもそうなんやけどね。怖いですよね。あ、どうもどうも、ケープライトさん、お越しやすです。ありがとうございます。駆けつけました。ありがとうございます。駆けつけてくださって嬉しいです。今日はね、久しぶりに、やってるんですよ。あ、赤足ドゥグラングールね。あ、なんかいいフリー画像ないんですか？赤足ドゥグラングールの。僕も一回調べたことあると思うんですけどね。なかったんですよ、いいのが。書きたいんですけどね。二人目生まれた時に背中毛深くて小猿のようだった。坂本龍馬みたいですね。なんか坂本龍馬もね、縦髪があったらしいですよ、背中に。ほんで、龍馬になったっていう。ほってやつがアホや言うみたいに言うた。猿言うもんが猿や。あ、アジュライ定食さん、ありがとうございました。寝てくださいね。また来てください。ありがとうございます。また完成作品はね、アーカイブ見てくださいね。太陽の真ん中にはガッシュ使って、てしまう。そうですね。それどうしようかなと思うんですけど、まあ、これでもまあ光ってる感じ出てるので、今回はね、もうこれでいこうかなと思うんですけどね。ガッシュね、いいんですけど、あんまりね、使いすぎると、ちょっとね、うるさく感じてしまうところもあるので、リガー筆で横の線引いていきます。これ勢いが大事ですね、これが、こればっかりね。勢いよく。
じゃあパレットに遠慮してしまう。ちょっとごめんなさいね。まあこのね、こっち側はね、あの草入ってくるのであんまね、実は後では見えないんですけど、でもこの線があるのとないのと全然違うので、しっかり書いておきますね。大きく腕を動かしてください。もう線歪んじゃっても大丈夫です。全然気にしないで、この勢いの方が大事なので。今ちょっと髪べこってるのでね、歪んで見えるんですけど、多分乾かしたら大丈夫だと思うんですよ。濃い色も入れておこうか。ここでなぁ、思い切って書かれへんから、あかんねんな。コイル乗せんの怖いっすけどね。よし、ステッカー化します。うちの母は笑い物したんだろうか。絶対してへんよ。ここにガッシュの使いどころがわからん。マジですか？僕ね、昔はね、よくガッシュ使ってたんですけど、それしちゃうとね、透明水彩の良さがね、消えてしまう時があるんですよ。ガッシュはガッシュで、ガッシュ画としてね、やるんやったらいいんですけど、透明水彩やっぱ描いてるからに、やっぱ透明感残したいので、僕あんまりね、透明水彩描いてる時は極力ガッシュ嫌なんですよ。なんか、白く光ってるとこを描きたくなりません？白で。僕はね、ついついね、ガッシュ頼ってしまいがちなんですよ。そうならないように、うまく白をね、白地を残していきたいですよね。じゃあ、いよいよ手前の足か吉かなんかわからんけど、描いて終わりたいと思います。割と早終わったんちゃう？今日は。さざ波のもね、もっと細かく見たら、もっと線いっぱい入ってね、複雑な表情してるんですけど、全部描けないので、省略しておきますね。このかすれで。さざ波っぽく見せておきます。筆大きく動かすのが大事ですね、やっぱね。はい。もうちょっとね、でもね、一回乾かしてね、色がね、薄いな、湖面の。乾かさんほうがええかな。ちょっとこの上から、少し色を入れてあげましょうか。夕日の色ね。薄すぎるわ。
さあ、こっからが面白いですね、でもね。手前のやつザクザク書いていくときね。線曲がるときありますよね、勢いよくやりすぎてね。キトさん、無理せんと寝てくださいよ。無理しないでくださいね。書き終わるまであがる。じゃあ、早く書きましょう。はい。あ、うなはなさん、こんばんは。お越しやすです。ありがとうございます。飛ばしてないかな。大丈夫だな。最後はよく乾かしておきますね。波打った状態で描くと、綺麗な線出ないので。よく乾かします。よし。じゃあ最後にですね、これ面白いよ。これはね、感覚で入れていくんですけど、まず色だけ作ろうか。これはね、僕持ってなかったっけ？持ってないやな。アイボリーブラックがあればそれでいいんですけど、僕持ってないので、ペインズグレーとセピア混ぜて、アイボリーブラック的なものを作ります。これで一気にね、手前の植物描いて、雰囲気出していきますね。これはもう、ガンガン濃くといてください。これがシルエットのこいつが、もう主役みたいなものなので、もうこれで薄くしてしまうと、全然ダメなので、濃く濃くしてくださいね、これは。ガンガン濃くして。はい。思いっきり濃くしました。これを、このリガーフでね、これにつけてもうね、一気に描いていきます。これはね、怖がっちゃダメですよ。例えば、よく見たら、ね、炎、これ何や、ススキじゃないよな、これな。足かヨシやと思うんですけど、形が見えると思うんですけど、これ気にしてね、例えば、ここに、この位置にあるから、ここに描くって、こう、気にしてやっちゃうと、こう、なんていうかな。つまんない絵になってしまうので、もう大体ここら辺やろっていうところにね、バサバサ入れていきます、こう。もうこんなんでいいと思うんですよ。位置気にせずに。これ苦手な人すごい苦手でしょうけどね。あ、ちょっと待って。スプレーでね、滲んだとこもあるんですよ。後ろのね、滲んだ感じのところ先書いておきましょうか。太く書いて。後ろの線ですね、これ。手前のやつはね、細い線でいいんですけど、ちょっとにじみまして、書いといて面白いから。ちょっとここ怖いな。にじみすぎそう。もうちょっと濃くてもいいかもな。今こっち濡らしたんで、ちょっとにじむからこっち書きますね。
こう束で見るといいかもしれません。あの、なんていうかな。一本一本気にして書いちゃうと位置をどうしても気にしてしまうので、例えばこの束、この束みたいな感じで、感覚で入れていくと。あと、このストロークがやりにくかったら、こう横にしてもいいですしね。ちょっとでも、位置関係わからなるから僕こうやってやってますけど、やりにくい方は横にしてもいいと思います。あとこの線の角度ですよね、角度。これ、しっかり意識しといた方がいいと思います。例えば同じ角度でずっと描いてしまうと、なんか、わざとらしくなってしまうので、角度だけちょっと変えながら。ここ光って、これちょっと描きたいけどな。ちょっと光ってんねんな、そこ。怖いでしょこれ慣れたらね、そうでもないと思うんですけど、最初は怖いかもしれませんね。どうしても髪いたわってしまう感じするので、ここだけね光ってるんですよ。でもあの、このあれがね、植物が。だからあんまり濃く描きすぎても良くないんかな。こうちょっと途切れさせて光ってる感じにしときます。これ難しいな。こっちも変えてきたので、こっちの方も変えていきますね。ちょっとコメント見とこうか。リガフでいいでしょ？面白いですよ。うん。ちょっとあの、穂先がぐにゃぐにゃするから怖いんですけどね。食洗機。これ怖くてできない。そうですね。でも、僕の画面見たらわかると思うんですけど、参考画像と全然違う感じになってると思うんですけど、それでもいいと思ってね、思い切ってやることが大事ですね。怖いですけど。ね、怖いですよね。不得意。誰でもそうやと思います。僕も怖いですもん。下から上でもいいですよ、全然。ストローク変えた方が確かに面白いかも。遠近感出るでしょ？かっこいい、多分。手前植物入った、そうそう、奥遠近感がつくんですよ。アボガドの種育てようかどうしようか知らんがな。でも結構あれ大きなるんでしょ、アボカドって。育てるのちょっと気づけた方がいいと思いますよ。画面見て硬いアイスをにぎにぎしてたらカップから飛び出した。どういうこと？ああ柔らかくしよう思ってね。やるやる。みんな思い思いのこと言うとんの。チタン切ったん。チタンもう終わるで。これやったらもう終わりや。な、チータン。こっちだけちょっとね、太いですよね。手前に来てるのかどうか知らんけど。ちょっと太めにするのは少しグッと、画面に押し付けて書くといいと思います。この角度やな。でもな、あんまり
揃えすぎてるとあかんから、この角度すごく大事なんですけど、確かにこう下からやっても面白いかも。ね、上と下で。大事なのは変化なので、上からやったり下からやったりしたら面白いかも。これあのリガー筆じゃないとしにくいですよ。あの普通の、例えばこういう筆やと、穂先がね、あの、細い線出にくいんですよ、こうやったら。まあ、太いとこ描くのにはいいかもしれませんね、こういう描いてね、こういうとことか。いいかもしれませんけど、あんまり、ほら、ちょっとやりにくいでしょ。でもこのリガー筆やったら、勝手に細い線出てくれるので、雰囲気出てきましたね。GP がなんか言っとる。GP。GP。ちゃんと来るんやな、あんた。おいで。何をニャーニャー言ってんの？で、あとは細かいところを整えたりしてね。あの、穂先が、なんか、なんていうの、雄花のね。ふさみたいなところ、ちょっと適当に書いたところをちょっと整えてあげるように。だから細かいのって後でできるのでいいんですよ、あの最初は。大胆に筆を動かすところから入って、最後にね、こう整えてあげたらいいと思うんですよ。例えばこのね、ビャービャーって引いただけじゃなくて、このなんかね、葉っぱみたいなところも、こう出てるでしょ、こういう。こんなんは後でいいんですよ。この段階になってから初めて、書き入れたりして。こうね。CP が叫んだ。何言ってんのやな、あの子の。この光ってるとこはちょっと置いときますね。あんまり描きすぎると変に見えると思うので。こんなもんかな？で、最後ちょっとね、一つだけポイントがあるんですけど、今言おうかな、どうしようかな。線だけ描くと、バラバラな感じもちょっとするので、これ光ってる感じ描きたいな。どうしたらやるの？一応対策としてここだけ、かすれで飛ばしてみたんですけど、ちょっと光ってる感じ出る？出てる？出てないね。まあ、いいか。こんなんはマスキングして、細いね、この、足かよしか、わからんけど、何回も言ってるな。わからんけど、その、植物の光ってるとこだけ、マスキング液塗っといたら、もしかしたら、光ってる感じも出せるかもしれませんけど、僕マスキング液使うのめんどくさいので、もうこれで良しとしておきます。こうしたらね、一回ちょっと乾かしますね。
なんか僕止まってない？固まってない？なんか僕サブ画面が固まってる気すんねんけど、配信できてる？これ止まってるよな。これは動いてる？これ動いてますよね。どう？止まってる？配信は大丈夫？なんでこれ止まってんの？ちょっと待って。すごい恥ずかしいねんけど。ちょっと待って、一回ちょっと待ってよ。なんでや？めっちゃ恥ずかしい。一回ちょっと止めて。なんで？ん？どうなってんのこれ。え？あ、違う、間違えた。違う。ちょっと待って。ごめんなさい。いらんことした。これはこれでねんって。ちょっと待ってよ。なんでよ、これ。ん？なんでこれ、僕の顔、なくなったん？ああ、もう、違うってちょっと待って。もう、なんやねん、これ。まあ、ええわ。別にいらんやろ、僕の顔。はい、じゃあやりますよ。ちょっとなんか配信がちょっと不安定。何言うたんやったっけ？そうそう、最後に、ちょっとこれいらんわ。ちょっと邪魔や、これ。ね、植物書いたんですけど、一本一本感は出たんですけどね、束感が出てないんですよ。独立した一本一本感出たんやけども、ここにさらにね、束の感じをね、薄い、さっきの、このね、植物書いた色で、今度薄めたやつですね。これね、帯状にちょっと書いてあげるんですよ、ここら辺とか。軽く。根元のところとか。軽くですよ。そうすると、あ、チーピーやめて。ちょっとやめて。一本一本感プラス束で生えてるっていう雰囲気も出るんですよね。薄くですよ、薄く。ちょっと溶けてしまうよな。甘やりすぎると。よっしゃ、こんなもんかな。どうですかね、後で、こっからどこまで書き込むかっていうのはそれぞれやと思うので、皆さんでね、判断してほしいんですけど、僕ちょっとね、その水面が気になんねんな。もうちょっとなんか、束感出ました？ありがとうございます。よかった。そして誰もいなくなった。なんでやろうね、これね。一回ちょっと切ってみる？なんなんやろ？おかしいなぁ。どないなってしもたんやろ。なんか来てませんよね。これ抜いたらじゃない？私僕の顔いらんやろうけどな。あかんわ。完全に来てないな、これ。水色になってるやろ？ね。まあ、ええわ、もう。最後、じゃあ。ちょっとだけ、
最後整えて終わりたいと思います。この横の帯がなちょっと気に入らないので、まあこれ余りすぎてもね、また水彩の良さがどんどんなくなっていくので、霧のいいとこでやめたいんですけどね。霧のいいとこがわからんがな、これがね。だからどうしてもペタペタ塗ってしまって、さっきのが良かったみたいなことになりますけどね。絵が上手い人ってほんまいいとこで止まってるよね、筆が。インスタグラムとかでもね、海外のアーティストさんとかめちゃめちゃ僕フォローしてるんですけど、なんやろな、あれ。どうしても、日本人の作品は多いんかな、特に。細かいとこも気にして描いてしまうんですけど、海外の人はね、めっちゃ大胆に塗ってね、その塗りの良さをそのままにして、フィニッシュできてるんですよ。それがめっちゃかっこよくてね、そんなん描きたいんですけど、なかなかね、難しいですよね。こんな感じにしとくか。ちょっと待ってや。ちょっと待ってね。水平線が歪んでんねんな、ちょっと。こんな感じかな。はい。じゃあ乾かして終わりにしたいと思います。横書いてあったからちょっと危ない、薄くなってしまった。こんな感じにしときましょうか。さあ、これをまた剥がすと雰囲気変わるんですよ。じゃーん。もっと言ったら水面のね、波とかももうちょっと書き込んだら実物に近くなるかもしれませんけど、その代わり水彩の良さがどんどん失われるので、そこは兼ね合いでね、どっちを取るかわかりませんけれども。まあ皆さんの納得いくまで書き込んでいただけたらいいかなと思います。僕はこの辺で終わりたいと思います。僕も気になるところはちょっとあるんですけど、一応ね、こんな風にしておきたいと思います。ありがとうございます。皆さん、ちょっとこれ僕のね、残念やなぁ。これ皆さん待ってたやろに僕の顔が映ってないっていうね。なぁ、もうご期待に添えずすいません。なんかなんでこうなったのなっていうか。なんでやろな。なんなのな、これ。つなぎ直してもダメ。あ、ちょっと待って、間違えた。なんか変なの出た。寒ない。ちょっと待って、一回ちょっと切るわ。切ったらあかんのかな。あ、切ったらあかんっぽいな。じゃあこれもう終わっとこうか。はい、ちょっと邪魔じゃない。これちょっとどうしたのこれ。こないしたいんか、はい、あ、どうもありがとうございます、皆さん。お疲れ様です。こんな感じで終わりました。何？何それ？あ、それ開けたんや。これね。じゃーん。なんかこれ動画で紹介したっけ？忘れた。すんごい匂いする。ヤクルト？何や？すんごい匂いするんで。食べていい？これ100均でね、ダイソーで売ってるみたいなんでね。なんか韓国のやつこれ。ヨーグルトグミって書いてあるけど、ほら、うん、瓶なんやな、これ。
瓶っていうかヨーグルト、ヤクルトの容器を模してるんやね。うん、うん、うまいうまい。うん。でも若干ヤンキーが乗ってる車の方向台の匂いする。あの南国風のあのカンカンのやつあるやん。プシュってやるやつ。ヤンキーの車の匂いする。あ、これね。そうそう、これも。うん。じゃーん、これ。これもダイソーで売ってんねんけど。韓国のやつ多いねんな、今な。ちょっと怖いねんけどね、これ。何入ってんのか分からへんから。うん、そうそう、紹介した。これでも食べてるとこ紹介してないと思うんだけど、これめっちゃ美味しい、これ。中でも、わさびアーモンド。こう、おすすめですのでね。うん。皆さんもこれね。これ買った方がいいんちゃう？他のやつはまあ美味しいけど、美味しいよ。美味しいけど、これのな、うまさ知ってしもたらな、うん。やっぱダメやね。わさびアーモンドぜひぜひ買ってみてください。美味しいですよ、これ。あ、これもな。開けてある。ハニーバターチーズアーモンド。ハニーバターアーモンド。ハニーキャラメル。ハニー、蜂蜜、うん、うん。でもこれだけ、なんちゅうの、甘くないっていうか、なんかおつまみチックなんですよ。うん、これ美味しいわ、ほんま。ね。はい。そんなんええから、お前。洗い物せえや何笑っとんねん。水玉の半ズボン、吐き腐りやがって。じゃあ、皆さんこんな感じで、今日は終わろうと思います。ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。まあ、一応ね、月一はね、したいなと思ってるんですけど、生配信。なんかでも今日、チャット見てたら、もっと失礼みたいな感じの。ご意見が多かった気がしたんですけど、どうですかね。やってほしい？なかなかね、でもね、やるタイミングもあってね、何書こうかっていうのも、タイミング。どうしようかなと悩んでるんですけど、さらさないです。はい、こんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか。あ、皆さんありがとうございます。お疲れ様です。そう、お菓子いっぱいなんですよ。いっぱい買ってくるんですよ。あ、なんかガチャ言ってるよ、ガチャ。うん。美味しい。ありがとうございます。皆さん、お疲れ様です。あ、興味かけたやって、わさび買ってみる。マジですか？絶対わさび美味しいですよ。うん。そんな辛くないんですけどね。美味しいんですよ。ちょっとピリッとするのが。あれ？ガチャやって終わりましょう。いやー、まあさ、中盤あたりでもうちょっと水面をなんとかしたかったな。今更なんとかできるもんじゃないんですけど、ちょっとな。ちょっと2時間ぐらいで終われたな。はい。これはいい子さん、こんな少ない。はい、じゃあ、今日も、まあ、久々ですね、これね。つららファミリーみんなでやりましょう。明日、これ今から出てくる一言を皆さんですることで、より皆さんが繋がれるというよくわからない企画でございます。じゃあ、回しますよ。チーターも最後出とこうね。で、このね、筆でついてな、こうやってな。どういうこと？どういうことやろな？でももうしてる人もおるよな。年中。年中してるおっさんとかおるで。じゃあ行きます。明日じゃあみんなで、これやりましょい。ゴリラする。ゴリラ。うお。ゴリラしてるおっさんおるで、もう常に。常にゴリラしてるおっさんとかおるけどな、たまに街歩いてたら。ゴリラしてるなぁと思ってね。まあ、皆さんもぜひ明日ゴリラ。ファミリーの人って聞いてるのが。ずっと365日ゴリラしてはる人もおるけどな。まあ、明日、一応、ゴリラしてみてください。意味わからんけど。はい、というわけでね、僕のワイプないんですけど、まあ皆さん本日もありがとうございました。ちょっとだけ喋ります、じゃあ。ね、最後にね。チータも。チータも出るんか。はいはい。チータ。はいはいはい。はい、チータ。チータン。あんた、こないだ、ショックの布団に炭つけてくれて、今日シーツあろったけど、全然取れまへんわ。炭が。にゃあ、やれへんが、なんたかやったんやな。そやろ？言い逃れしてな、チータン。チータン、高画質やわ。メクソ取ってあげたん？知らない。あ、ほんま？メクソついとったん、チータン。な、チータン。
高画質やはありがたいわ。この間までね、ごめんなさい、ね、動画ね、荒かったと思うんですけど、やっとこうやって綺麗にね、チーターの目クソが映るぐらいまで高画質になってよかったです。チーター明日ゴリラしいな、チーターな。明日ゴリラやで。ウホウホやで、チーター。な。カマキリみたいな目と首の動きやめなさい。ほんまカマキリにとるな、こいつな。はい。まあ、というわけでお疲れ様でした。そう、ゴリラやってくださいよ、皆さん。ね、ゴリラするって意味がわからんよな。ゴリラって動詞だったんだ、ほんまね。意味わからんよな。わかってる顔。すみやとや、そうなんですよ。ほんまもう真っ黒。翡翠のお面。チーターもゴリラ。お疲れ様でした、森面さん。ありがとうございます。オスっぽいチーター。そうなんですよ。なんかあの子女の子なんですけどね。やんちゃなもんやから、なんか男のイメージがあるんですよね。生さん、昨日柴崎先生の配信で見た。あ、生放送行ってたんや、うちの母親。マジですか。何やってたの、柴崎さん。お誕生日やったんですね。何歳になったんですか、柴崎さんって。かなりお年なのかな。今度から黒いシーツやない。どういうこと？黒いシーツにせえってこと？それはそれでなんか白いもんつけられそうやけどね。チーピーにな。あ、リガーフでもう一回見せてください。はい。これもうボロボロなんですけど、こんな感じです。ナムラじゃないわ。ラファエルのやつです。なんかね、リガーフでっていう言い方じゃなかった。これ、こういう形状の筆リガーフでって言うんですけど、なんたか、超、ホフで。長い方の筆でね、なんていうの、長歩筆かな、長歩筆っていう商品名で、Amazon さんとかでも売ってると思うんですけどね。うん、これバリバリになってしまいますけどね、この絵の部分が。まあ仕方ないなっていうこと。ちゃんと拭いてるんですよ、あの、洗った後ね。なんかどうしてもこうなるんですよ。この、フォルベインさんもそうですね、ほら。おしゃあないな、これな。なんとかしてほしいけどな。なんか、木に塗装するからあかんのちゃう、これ。なんか、もうプラスチックかなんかで作ってもらったよね。まんま。うん。いや、違うねんけど、だってこんなん何やったらな。つうかもういつのこともう生木のまま、なんかこういうコーティング、あ、でもそっか、防水のためにしたのか。なんかこれ嫌やねんな。先生は75歳ですよ。75歳か。すごいな。柴崎さん。何言うたん？普通やな。ボケんかいや、もっと。ボケてどうすんねん。やっと粉ミルクの効果出てちょいちょいさ、そうなんですよ。やっとちょいちょいしてくださってやって、なんでチーピーそんな言わなあかんね。くれてね。でも、あの時だけなんですよ。もうしないんですよ。なんかわからへんけど。あれはたまたま起きた時に僕が、なんかやってくれてね。よくわからねえけど。わからん？何わからん？75。へえ、そっか。あ、歳のことか。そうかも。そんな音しないな。月1くらい配信され、そうですね。あの、制作生配信は月1くらいにしようかなと思ってます。前はね、毎週してたんですよ。はい。水曜日になったら。月1にしようかなと思ってます。また来てくださいね。ありがとうございます。誕生日配信、あ、マジですか？すごい。75老けてるね。もうさ、言うてないよな、レモングラスさんも。この人はね、ほんま天然ゆえの、ね、鋭さがあるから、言いそうやもんな、そういうこと、普通に。なんか、どうこの服、昨日買ったのよって言ってきたのに、あんま似合ってないねって、普通に言いそうじゃないですか。やめてやれ、もぐらしたね。髪が白いからか、そうちゃう？うん。意外と肌ツヤ綺麗やと思うねんけどね。そう、超歩筆で、なんて言うのこれ、超歩筆？なんて言うんだろうね。面相筆より、そうそう、面相筆より細いので、腰がないんですよ。だから、テロンテロンするんですけど、こういうなんか、ね、滑らかなストロークするときとかは、すごく便利な筆ですね。はい。
あ、ほんまやね。アクリルガシで塗ったらいいんかも。塗り直す。もうちょいちょいしないの。しない。あれ以来しないですよ。全然。全部黒く染めればいいから。そうやね。なんかでもね、厚みがあるんですよ。こういう結構、この。ほら。結構厚みがあってね、これね。どうせやったらこれ剥いでもうた方がええんちゃう？こんなんな。ほら。取れるもんな、これ。いややわ。すごいや。どうせやったらもう剥いでしもって、これなんか色塗るか。ね。まあ、使えればいいんですけどね、僕。あんま気にしないので。ちょいちょいしてくださる、ちーちゃん。別アングルでの洗った顔が内村航平に見えた。あー、内村航平、なんか誰かに言われたことあるかもしれん。誰に言われたんだかな。どっちにしてもでも薄い顔なんよね。あ、どうもどうも、節月カードさんでございます。終わりました。処置に負けじと主演女優とコラボしてるし。ん？主演女優とコラボしてるし？え？誰と誰が？ちょいちょい。つらちゃんちょいちょいしてください。つらちゃんもちょいちょいファンサーバッチリでしたね。毎朝されたもん。ちょいちょいの嵐ですよ。まあ、それというのもお腹空いてるからなんですけどね。早飯せえと。いや、でもつらちゃんもね、もう一周期になっちゃうね。早いわ。めっちゃ早い。なんか、今も、その隣の部屋におりそうやけどね。かと思ったらね、そのなんかだいぶ前のような気もせんでもないんですけどね。早いもんですよ、でも。ちょいちょい可愛いね。そう。やってほしい。うちの母なんかめちゃめちゃやられてるんですよ。めっちゃやられてんねんけど、僕してくれへんねんな。なんであの時したんかわかんないですけど。あ、はいはい、アンさんとね。それのことか。承知に負けじとってどういうこと？ああ、トミコさんか。いや、すごいよね、アンさんね。なんでああいう風になったんやろね。アンさんが見てたのかな？柴崎さんの配信をね。あ、ちょっとこれ気になるな。僕それ確か見たよ、アンさんのやつ。母親が見とったから。あ、ちょっと待って。よいしょ。あと10分ぐらいしようか。話してね。柴崎さん、渡辺謙の娘さんとコラボ動画、あ、見ました、はい。すごいですよね。可愛いとちょいちょいするんだよ。誰がや？誰が可愛いないんや。僕、寝起き可愛かったんかな、この間。ほんでちょいちょいしてくれたんかな。まあ、でも、ちょっと柴崎さん、あれやね。なんか添削動画で人気になったのかい？二段階目の人気を獲得したの？ちょっと僕としては、苦言を呈するようで申し訳ないんですけど、前の柴崎さんみたいにもっといっぱい書いてくれた方がよかったかなと思って。ちょ、最近なんかやっぱどうして僕ね、すごくわかるんですよ、それ。YouTube で、例えば、人気になったカテゴリーがあったりすると、例えばそれがすごいバーンってバズるやんか。で、それで登録してくれたりすると、そういう人向けにやっぱ動画作らなあかんのかなっていう思いも働いたりして、それが多くなってしまうんですけど、でもずっと前から見てた人からすると、いや、それでも最近のことでもっと昔からやってるような書き方でやってほしいなっていうのもあるよね。もっとだって普通に柴崎さん外出たりしてやってないことはないけど、書いてたのにやっぱクレヨンと添削ですごく人気が出たからちょっと多いよね、最近ね。まあ僕あんま見てないんやけど、柴崎さん。母親が見てるからね。アルミパレット美味しいのですが、親指入れるとどことあるのとはないのはどちらが使いやすいですか？いや、僕ね、これはね、ホルベインさんの親指入れるとこあるやつなんですけど、正直僕これ使ったことないですね。だいらんかなと思って。まあ、野外スケッチするときとかは、確かにこう、ね、安定性あるので、こうやって持ってた方が。でもね、いらないかな、僕は。僕はですよ。ここはない方がだって、この部分ね、有意義に使えますから、どうなんでしょうかね。そのフクロウさんが手に持ちながら描くかどうかですよね。油絵とかでは結構するけど、あんまりこのキャンパスに向かって描くっていうイメージはあんまり水彩画ではないので、まあ水彩のパレットとしてはあんまいらんのかなと僕は思ってますけどね。どうですか皆さん。皆さんどうですか？使ってます？これ。
アンさんフランスに移住したって、あ、そうなんや。あの人とお別れになったんでしたっけね、あのダメクズ高身長やろうと丸口しか言うてんがな、うん、まあいろいろあるもんね。アンさんが YouTube 始めたからコラボしたり、あ、そうなんや、フランスに移住する、あ、それでなんかアンさんが Vlog 的なの出すんかな、絵の配信じゃないですよね。そうかそうか、それでちょっとコラボしてちょっと YouTube 登録してもらうっていうスケベ心ですねしょちんが今週ゲームしなかったから先週暇だった。ああ、そうやね。この間しよう思ったんですけど、なんかどうもね、調子悪うてね。したかったんですけど、今週はすると思います、多分。はい。また来てください。桜クレーパスの工場も行ったっけ？ああ、それ、なんか見たかな、それ。行ってますよね。なんか最近あんまり普通の絵描かないですよね。そんなことない先週やね。あ、それ見た？野外スケッチするとき指入れてるとこにティッシュ挟んでる。あー、そうそうそう、僕もそれ知ってます。そうや、そういう使い方できるから、まあ、ありっちゃありなんかな。私は親指穴ないパレット使ってます。油絵だと筆を複数本持ちたいから穴が欲しい。そうそうそう、そうなんです。油絵ではね、結構この穴開きパレットいいんですけど、水彩ではあんま使わないですよね。さっきギガさんが言ったみたいには、ちょっと野外スケッチでね、ティッシュ挟んだりするのにいいですけど、あんまそれ以外使うことないからね。なくてもいいと思います、僕は。はい。早く見たいのに。何を見たいの？なめくず？何や、なめくずって。添削に絵送ってみたらいつか当たるかな？あれ、かなり倍率高いんちゃう？親ぽんさんね、当たったけどね。だってめっちゃめちゃ来てると思いますよ。すんごい倍率なんちゃうかな。先週は翔ちんいないから又吉の YouTube 見て我慢した。なんで僕の代替が又吉みたいな感じやねん又吉さんって YouTube で何してるんですか？ゲーム？なんで僕の代わりに又吉やねん。翔ちんも渡辺謙の顔になったら色々したくなっちゃうかもよ。渡辺謙の顔になったらいろいろして、あ、そっか、お父さんもそっか、いろいろ終わりになったんやもんね。違う違う、あの、旦那さんのこと言ったんですけどね。そうやね、お父さんもいろいろ終わりになったもんね。まあ、そら、ね、モテたら自分からいかんでもあっちから来るんですもんね。そら、いろいろあるでしょ、それは。だから、よう言うやんか、僕、ちょっと腹立つ時あんねんけどね。全然モテもせえへんようなさ、男がやっぱり自分の、愛した人だけを守っていかなあかんみたいなこと言うけどさ、それお前モテへんからやるとは思うよな。モテてあんたも毎日のようにすっごい綺麗なモデルさんとか女優さんがあっちの方からアプローチしてくる世界ですよ。そんなとこで、ね。そらそういうこともあったりもすんねやろな。あかんことですよ。浮気とか不倫はね。あかんけど、そういうことこ、世界線で生きてみなあからん話やん、それ。僕もそら浮気とか不倫あかんと思うよ。で、お付き合いしてる人おったらその人を守っていかなあかんと思うけど、それはモテない僕やから言えることやから、今安全地帯にいながらね。これもしほんまに、めちゃめちゃね、そんな世界にもしなったらやで、同じこと言えるかって言ったらわからへんよな。高身長は褒め言葉、そうなんですね。でも、高いよね、あの人ね。183、4ぐらいあるんじゃないの？アンさんも高いもんな、どんな人か、女の人にしたらね。なんとなく似てるけど、又吉の方が洗練されてる。似てるか、僕、又吉と。嬉しないわ。で、洗練されてるって嫌やな、なんか。なんで又吉に負けなんかね。どういう意味で文筆家として？親指突っ込んだことないってなんか、紀藤さんが言うとやらしく聞こえるの。喋ってるの。雑談系？生配信はしないんかな？でも意外と倍率低いんじゃないかな。私は謎の5番さんだったし。いや、でも、たまにでも100番台とか出てない？出なかったっけ？
バナナシパレットにしてみます。ショーチンさん。あ、いえいえ、もう、全然もう、良ければ。うん、良ければっていうか、僕、別にホルベインさんの回し物ではないので、あれなんですけど。なしのでもいいかなと僕思います。外出て書かないですし、ここに置いてね、書く分やったら全然、ない方が、面積も広いですしね。はい。背が低くて良かったね、ショーチン。何、嫌味か。なんで、ええことなんかあれへんがね、背低くて。まあ、どうやろう、背低くてええこと。あるかな？ちょっと待って、背低くてええことなんかあれへんぞ。うん、まあ、高すぎんのもかなえるけどね、うん。あっちは大根役者だから、興味ないのです。あ、そうなんや。大根役者ですか？僕あんま知らないですよね。うん、あ、どうもどうも、アスヤさん、お越しやすす。寝て起きたらライブもう始まってて映画書き終わってる。こんばんは、こんばんは、出ます。もう、そろそろ終わろうかなと思ってたところです。ありがとうございます。来ていただいて。ちょうど今日は2時間ぐらいで終わりましたね。はい。というわけで、今日は夕日の描き方でした。まあね、夕日描くのは難しいですけどね。どうですかね。光った感じとか出すのすごく難しいんですよ。だから、このね、もう一つワンポイントできることとしたら、夕日のところ、ガッシュ入れてみてもいいかもしれませんね、白く。中心なんてほとんどもう、これ、白じゃないですか、この。よく見ると。よいしょ。ほら。これが紙の白地を残そうのだけやっぱ難しいんですよね、これね。ここもちょっとこう、あ、ここって言っても出てないんか。このね、太陽のとこね。真ん中ちょっと白く塗ってみても面白いかもしれません。ガッシュで。まあ、マスキングとかでやってもいいかもしれんけど、まあ、あんまマスキングね、めんどくさいのでしないんですけど。うん。シャーチンは、ショーチンドス、いい男ドス。何言ってんだおめえ。どういうことどういうこと、シャーチンはショーチンのってどういうことですか。おやおや、ちょっとモカマタリさんもいよいよレモングラスさんや森目さんの引き出しに入れなあかん日が近づいてるかな。ちょっと今分別した意欲に駆られましたね。大丈夫ですかね。どういうことや、シャーチンはショーチンのって。ショーチンはショーチンドスっていうことかな。僕は僕でっていうことですよね。ありがとうございます。もうそうですね。他の男にはなれないので、これでやっていくしかないですよ。はい。親、指以外を突っ込んで大変なことになって恥ずかしいまんま救急車運ばれなあかんし、何を言ってるんや、君は。はよ寝ろ。旦那さんの方私好きだったけど、私見る目ないのかと思った。あ、そうなんや。ねえ、あの人ね。僕あんま知らないんですけど。翔様はかっこいいよ。ありがとうございます、リンさん。ありがとうございます。そういうの欲しいんですよね。なんかいたか、おった。まだおったか。指は恥ずかしくないの。ギガさん、それ掘り下げんでええから。チンはチン。意味わからん。なんなん、真の真みたいな。なんなん、チンはチンって。木野さんの話は妄想が聞かれられる。そうなんですよ。妄想っていうかね。よくわかんないわ、この人、ほんまに。はい。というわけで、皆さん本日もありがとうございました。明日ね、ゴリラしてくださいね、皆さんで。はい。よくわからへんけど。もう、ね、見てはる方の中にはもうすでにゴリラしてはる方もいると思うので、常にね。もうその方はもう、平常通り、平常運転で、言ってもらっていいんですけど、ゴリラじゃない人は明日ゴリラしてみてくださいね。はい。というわけで本日は最後までご視聴くださりありがとうございました。顔映らないですけどね。また生配信、制作生配信ですね。制作生配信は、まあ時期を見てまたやりたいと思います。次水墨画ですね、じゃあね。これ時間経つと直せるからな、次することね。最後にじゃあ、チーピーだけ出して終わりたいと思います。チーピーおいで。チーピーちゃんおいで。今回のポイントはあれですね、ほんまに。シルエットなんで全部。夕焼けの時って色が全部消えるんですよ。山とか、この手前のね、植物も全部黒で描いてます。ただでもその黒の中にも、ね、一番最初に、ペインズグレー使ったり、この手前の方なんか、ちょっとだけアイボリーブラックにしてみたんですけど、黒の中にもちょっと幅を、ああ、でもこうやってやったら、ほら見て。ホワイトバランスの調整で全然色違って見えるね。ほら。僕の見てるように見えてくれてるかな、これ。これが今一番近いわ。
あー、やっぱカメラで補正しようねんな。あ、なんか不安になってきた。皆さんに僕、ちゃんと見せれてないかもな。こんな感じですよ。なんかこうやったら見やすいな。うん。まあ、ツイッターやってある人はツイッター見てください。後で上げときますね。はい。というわけで本日もありがとうございました。お疲れ様です。チビ最後に。チダン最後に。あれ？ちょっと待ってな。え？これさ、こないして、あれ？こうして、こないして、あ、ちょっと待って。いや、これどうしたらいい？ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。これをこうしたらいいんか。はい。じゃあ、チビ最後に出ておきましょう。はい、ああちょっとはい。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。また来てくださいね、チータ。はい。え？もう一回ちょっとちゃんと。皆さんにお声を、チータのお声を。え？チーピー皆さん、また来てくださいねって。チーピー？はい、聞こえました。聞こえましたか？はい、お疲れ様でした、皆さん。ありがとうございます。おやすみなさい。また来てくださいね。中華列車まで、です。もうええよ、もう。お疲れ様です。ありがとうございます。コメントでね、チャットで来てくださった方々ありがとうございました。ゆっくりチャットに参加せずに見てくださってる方々もありがとうございました。また生配信しますので来てくださいね。お疲れ様です。またお越しやすです。おやすみなさーい。おやすみなさーい。はい。まだゴリラせんでええで。してるやん。ゴリラしてるで、今。どれほんまやさすがうちの母親。はい、というわけで、お疲れ様でした。またお越しやすいです。おやすみなさーい。うわ、びっくりした。お疲れ様です。